皆さん行動、皆さん見てほしい試合がある人は皆さんこうやってキャリアプロフィールからの履歴からの、例えばじゃあここのシャンバリをシェアっていうやつがあるんで、これコピーして皆さんやってほしいのが、適当にこれ貼るんじゃなくて、はい、これそうそうそう、これのあのロール DPS のこれだったらマスター1、これ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 こうでこうなんだよねってコメントしてください。俺今ちょっと飲み物持ってくるんで、よいしょ。では行きますか、そろそろ。直弘さん、これ直弘さん見る、一番最初は直弘21ですか皆さん。 Ready for battle。パーティシパントだよね。まずこのマップでハルト出してる時点で相当な背負わなきゃダメですよ。あれ今冷凍室でしたっけ、直弘さん。いや OTP 一回見たいじゃん、どんなもんなのか。ダイヤ4 OK です。いや直弘さん一緒にカスタムやった時強かったんだよね。面白いことに敵もハルトです。はい、ハルトギャップ、この最初のファイヤーストライク当てたもん勝ちです。なんかゲーム音でかくね。で味方が強いと、これは何をしているんですか。これはいわゆるトロールだと思いますこれはいわゆるトロールだと思います。これこれチャージするにせよ、味方の射線を考え、そうそうそう、これ結構殴っていい、ゼニーなんて怖くない。そんなボタマ溜めさせる前に殴る、これ結構ハルト縦張ってる時間より殴ってる時間が長ければ長いほどキャリー力あるから、正直タイマンハルト負けることなくね。いやここいいね、このポジション。これハルト誘い出して、まあ、自分もエリア取られたから返すっていう、いいですね。これはシグマでもできます、なんともっと楽に。なんとエリアコンで、このハルトミラーってさ、俺思うんだけど、このこういう広いマップのハルトミラーってさ、ハルトすることないんだよね。だから変化球を足したいならもうこういうウィドウにチャージしちゃっていいと思う。あのリス前は味方見えないからダメだけど、ここってまあ倒してここに来ると穴ヒールできるし、意外となんか無茶振りトロールプレイに見えてキャリーすることもできる。正直これ何し意味はないじゃん、これペイロードを抑えてるぐらい。正直この正面チャージするの絶対刺さんないと思いますので、やるならサイド、まあ、こういう横にいるやつらを狙う、正面のハルトとかじゃなくて。お互いブンブンしてるだけなんだよね。この正面チャージ減らした方がいいと思います。はい、こうなります。いや直弘さんには見てほしい。おーうまいけど死ぬ。いやでも味方がキャバ、おーいいねいいね、めちゃくちゃいい。見てほしい配信者いるんだけど、 LH クラウディっていう、配信してんのかなクラウディって。ハルト戦で今 EU トップ5位ぐらい、タンク でオーバーウォッチリーグの時からハルトしかやんない。これやめましょう、これやめてください、本当にこれ二度とやらないでください、よろしくお願いします。これやったら怒ります。いやでも威嚇は重要だよ、やっぱハルトで。俺は頭いかれてんだぞって締め付ける。なんかもうこういう、これはチャージしていいよ、なんでこれはチャージしないので、孤立してる雑魚を引き殺すためにチャージはある、そのフォーク同士のハルトは。特殊すぎんだよねこの試合が、そもそも。俺は正面で殴り合うより、なんかレッキングボールみたいな、だから正面チャージじゃなくて横から、なんかアサシンハルトやればいいと思う。こういう構成の時敵がアサシンハルト、こういうやつをぶん殴る、こういうサイドにいる、これ構成なんだよね敵。悪くない、このアサシンハルトという戦法を身につけてほしい。うまいハルトがこういうポークマップになった時にやることは、本当にアサシンみたいなハルトするんだよね。トレーサーもいるからさ、一緒にダイブすればいいんだよ本当に。あそうそう、こういう動き、こういうサイドからで、これ正面どうせチャージするんでしょ、これ。そう、このウィドウを追い払う、えらい敵陣なんだよねこの
だからこれは悪くないと思う、アイディアは。うん、すごいいい、これすごいいいプレイ。こういう正面バーンじゃなくて囲い込む、怖くない、怖い、殴れ。ビビっちゃった、あいつにハンマー一発でも当たってたらな。だからもうアサシンのマインドだよね、ほんと。おお、天才か。うわ、え、なんで今チャージ外れたんだ。まあまあまあ、でもあ、フライングギャップ、フライングギャップフライングギャップ、オーノー、オーノー。ね、これ構成が構成なんだよね。こっちさ、ウィドウとトレだから、もっとアサシンみたいな動きしないと普通に正面の縦割りで負けるんだよね。だから今正面突っ込んで死んでるじゃん。なんで敵のハルトは知らないのって思うかもしれないけど、それは敵にキャスディがいて、そいつが盾を撃ってるからなんだよね。うわぁ、持ってかれちゃった。いや、これはいい、もうウィド殴っていいよ、これビビんなくていいと思う。殴り合いって見てておもろいな。トレーサーと合わせたら、うん、自分をウィンストンだと思えばいいんだよ。OK。 でもこれも突っ込んでいいと思う。うん、ナイスナイス、突っ込み、あー、ぶんな。そうそうそう、アサシンなんだよ。そう、すごい第3はうまくやれてると思う。でも第1と第2正面突っ込みすぎて、まあ、本来のハルトなんかハルトの戦い方は4つぐらいあるからさ、それを全部把握しなきゃいけないね。今これが強いとか、そう、こうやってサイド取ってウィンストンみたいにさ、ウィンストンここいたりするじゃん、こういう位置に。で、一回剥がさないと一生サポートが狙われちゃうみたいな、これ超大事。でもソロシャッター刺さらないと。トレーサー、もう気合で どうにか。今のキャスディ入ってたらクソ熱かったな。まあ、これはドンマイって感じだね。でもアサシン、こう、そうそうそう、これ普通にいいよ。でもこういう動きめっちゃボールじゃん、全員。あー、気持ちいい、気持ちいい、触れ、うわ、鈴が熱い、キツネ、うわー、ハルト、アサシンハルトです。いいね、第3すごい良かったと思う。みんなも多分見てて分かると思うんだけど、第1は正面で戦ってて、敵に正面の部があるんだよね。普通にゼニー、キャスディいて盾割れるし、例えばハルト同士でごっつんしたら絶対負けるんだよ。だから遮蔽物とか使って、さっきの第3の小パックのところでチラチラしてチャージとかシャッターとかで決めるっていうのがやんなきゃいけないんだけど、第1第2全くそれができてなかったから負けてたね。敵さんゴリラに変わります。なので正直敵はアサシンかつタンクもできる、このマップにおいては最強。これは正直盾張ってたらいいかもしれない、キリコになったから。殴れ殴れ、怖くない、お前が最強だ。正直もうダメージ効果力のやついなくなったから、ヒールされながら盾張って味方にキャリーしてもらうっていうのがこれはいいかな。ああいうなんか下にいるウィドウとかに結構圧かけれると思う。さっきも言ったけど、一人でさ、これあのペイロード押してんのはまあいいとして、でもみんなこのチームはここに3人、ここに1人、ここに1人で、まあ、ペイロードともにエリアが広げるけど、仮にパーティシパントがここにチャージしてハルトを倒せるやつがいないんよ。敵ダメージ足りないから、キリコの鈴とかゼニのヒールでどうにかなっちゃうんだよ、ここでハルト盾張ってるだけで。でここにハルトがいると敵のウィドウはここまで下がんなきゃいけないし、敵のキャスディもこんな前に出れないし、そうすると逆にこっちのエリアがここの角からここの上まで全部取れちゃうんだよ。で敵は引かざるを得ないみたいな、ハルト一人が位置を変えるだけで、それがハルトの強みなんだよね。ロンドンとかがすごい上手い。プレッシャーがないんだよね、タンクとしてのペイロード押しがかりになってる。もったいない、ペイロードは後々押せるから別にそんな意識しなくていいと思う。そう、敵の構成を見てどう立ち回るかが変わってくる。あー、これもったいないです。これどっちも倒せました、シャッター打たずとも。
まあまあまあ、これは多分ハルトモッドやってたら打たなくてもいいってわかる。惜しい。そのまま振るしかない。ハンマー振るしかない。お前はハンマー振れ。で帰る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 。はい、無理です。前に出すぎました。このバランスなんだよね、ハルトの難しいところって。あとシンプルに押したいんだけど、構成的にさ、こっちウィドウじゃん。やっぱウィドウの射線で戦ってあげたいわけよ。あそこ奥まで行っちゃうとウィドウ何も見えないから、基本的にあんま良くない。まあこれはみんな味方と一緒に上取ろうっていう作戦はすごいいいと思いますね。しかしウィドウがフリーなんですよ。あ、怖っ。もうエリアを展開するのがタンクの仕事なんだけど、何もしてないんだよね、その類。阻害とかないからビビらず突っ込んでいいと思うけどな。OK。 なんこれ、ハルトは殴ってなんぼの、殴ってない時は全部負けてんだよ。殴ってる時は全部勝ってる。やつプライムルレイジあるよな。これ上を押さえた方がいいね、正直。あー、これハルトが上にいないから、これフリーなんだよ、敵キャッツリー。ここに、最初からここにいたらちょっとよかったけど。正直こういうのでいい。うん、そう、こういうアサシンみたいなハルトの動きができてないんだよね。 できてる時はすごいパワフルも。おお、負けるこれ、もしかして。いや、殴れよ、怖くない。キャスディなんて、キャスディなんて怖くない。あ、怖いかも。キャスディ誰か殴って。なんか盾張ってんじゃなくて殴れよって思っちゃう俺は。お、なぎささんギフト10個ありがとうございます。お前はアサシンなんだよ。あ、それもうチャージ止めずに突っ込んだ方が良かったよ絶対。この一人にシャッター打つのは俺すごいいいと思う。めっちゃ刺さってる。結局さ、 DPS がフリーじゃんこれ。敵の DPS がフリーで負けてるって感じ。敵のウィンストンの仕事を、まあ、ハルトでやんなきゃいけないんだよ。ハルト戦は、ハルト戦を続けるなら、そのだいぶハルトもできなきゃいけない。それが多分今後レートめっちゃ上がると思う。アサシンハルトできるようになったら。